にちは、フランス在住の沢子です。先日スーパーで買い物をした時に動画を撮ってみました。購入品や金額、あとは初めてスーパーでお寿司を買って食べてみたので、それがどんな味だったかなどなど、よかったら最後までご覧ください。ちなみに購入品の金額は時期とかスーパーによってかなり変わってくる印象があるので、あくまで一つの例ということでご覧いただければなと思います。こうさ、コートジボワールのバナナ、イタリア産のマスカット、チュバンカボチャ、チュバンカボチャ、これちっちゃいのだけど、ちょっと il faut demander。もちろん。t'as pris pancetta？Choisi le goût. Vanille, sinon caramel ou pistache. Pistache. Vous connaissez, ça doit être bon aussi. に帰ってきたんですけど、せっかくなので買ったものを片付けながら、しまいながら、どういうものを買ったか紹介しようかなと思います。これはパンオショコラの冷凍です。中に6つのパンオショコラの冷凍が入っていて、でこれをね、休みの日にオーブンで焼いたら、あの出来たてのパンオショコラみたいに食べれるので、すごく好きです。大きさはね、結構あのこれぐらいのパン屋さんで売ってる普通のパンオショコラの大きさになって、結構ね、焼きたてを食べれるっていうので美味しいので、よく買ってますね。で次が卵12個入りですね。フランスは卵にもカテゴリーがあって、でちょっとね、詳しくはここに書いておこうかと思うんですけど、例えばで言うと、ゲージの中で育てられた鶏の卵なのか、もしくはあの放牧というか放し飼いで育った、鶏なのかとか、そんな風に、ね、3つほどカテゴリーがあります。でこれは、ゲージじゃなくってね、外で育てられた鶏の卵なんですけど、このカテゴリーがどこに属するかで結構ね、値段が変わってくるんですよね。フランスは卵は生ではあまり食べないです。なんかね、夫とかはね、気にしないでちょっと半生で料理の時に食べたりもしてるんですけど、私なんかそもそも卵臭さが妊娠してつわり中にすごく苦手になって、それまではね、全然気にならなかったんですけど、それからね、未だになんかすごく苦手で、なのでもちろんね、私は完全に焼いたものしか食べないんですけど、まあ、基本は日本みたいに生で卵を食べるっていうことはしないです。で次ですね、これは、お魚のムニエルにしたものが、スーパーのお魚屋さんのコーナーのお惣菜として売ってます。生のね、切り身のお魚を買うこともあるんですけど、これすごく、楽だし、娘がね、こういうムニエル好きなので、まあ、手軽なので、こういうのもよく買ってます。
お惣菜系で言うとこれです。これはブシアラハイヌっていうので、私がこの前1週間の、夕食の動画で自分で作っている動画を出したんですけど、こうやってお惣菜でも買えます。ちょっと紹介しようかなと思ってこれ買いました。これねすごく、美味しいです。オーブンで温めたらすぐに食べれます。あとこれは、ラビオリです。これもねもうすぐに出来上がったもので、これはですね、中にチキンとモッツァレラとベーコンが入っているタイプのラビオリ。これは私たちが食べるときは、あの沸騰したお湯ですごく短い、1分半とかそれぐらいで温めてすぐ食べられるので、それにあのもちろんね炒めた野菜とかと一緒に食べてもいいし、オリーブオイルと塩だけで食べても、まあ、シンプルなんだけども美味しくて、結構ね夫が好きなの で簡単にできるので、冷蔵庫に常備していることが多いです。でまた常備系でいくと、これはニョッキですね。これもフランスに来て私がスーパーで一番好きなのはニョッキかもしれない。なんかすごくあのもうね成形されてるものなので、これをフライパンで、焼くだけですぐにできてしまうので、なんかちょっとこうパスタみたいな感覚でニョッキを使えるというのですごく好きです。あとそうだ、これはですね初めて、多分そう意外と初めてなんですけど、スーパーのお寿司を買いました。ほら、これもね、お魚屋さんのコーナーの横に、このね、お寿司コーナーっていうのかな、それがあって、で、中はサーモンとアボカドとか、マグロとアボカド、あとはツナとキュウリの、巻きの上にフライドオニオンがかかってるとか、そういうものです。これはですね、26ユーロでした。はい、日本円にすると。結構高いんじゃないかなと思いますが、私たちスーパーのお寿司意外とね本当に買ったことがなかったので、ちょっと試してみようかということで買ってみました。感想はちょっと動画の後半でお伝えできたらお伝えしようと思います。であと同じところにあったのがキムチ。これ可愛いですね、パッケージングが。これはもう日本というか、まあ、韓国風の、商品として売られているんだけども、夫がねキムチ大好きです。なので夫がこれを見て試してみようということで買っていました。キムチは私の印象ではアジア系のスーパーではないと買えないと思っていたので、普通のねこういう大型スーパーでこうやって買えるんだったらいいなと思って、次これはパンチェッタっていう、イタリアの塩漬けにしたハムかな。はい、でこれどうしてこういうパッケージングかというと、これはあのこういうねハムみたいな精肉のコーナーに売っているのではなくって、スーパーの中に入っているお肉屋さんでパンチェッタを何グラムくださいとか、パンチェッタを何切れくださいとかって言って、あの小分けでねもらうものなので、こうやって別でパッケージングされてます。夫がイタリア風のカルボナーラを作るのにすごくハマっていて、でそれはねやっぱパンチェッタじゃないと美味しくないということで買っていました。本当はねゴンチャーレっていうお肉がいいらしいんですが、ちょっと見当たらなかったのでパンチェッタにしました。であとお肉関連で言うと、これは、ディオのソーセージ。はい、フランスねよく知っている方がいたらディオのソーセージも知っていらっしゃるかもしれないんですが、これは私たちが住んでいるサヴォア地方のソーセージということで有名です。野菜はこれはパプリカ、黄色いパプリカ、ズッキーニとかね、これはあのこのプラスチックに入っているのはこの袋に入れて量り売りで買うようになっているので、こんな風になっています。あとは季節になってねすごくスーパーでも増えてきたバターナッツです。バナナも娘好きなのでいつもあります。他にも買った野菜はこんな感じです。あとは野菜はマルシェでも買ったりしています。で次これはデザート、フィオレっていう、日本語にするとライスプディングって言われるもので、で原材料としてはデザート用のお米と、ミルク、砂糖とかこんな感じですね。これは多分カスタード風になっているのだと思います。フランスではねすごく一般的な、デザートです。リゾット用のお米、日本米はアジア系のスーパーに行ったり、あとは普通のスーパーでも寿司米っていうのが売ってるので、そういうのでもいいんですけど、こっちの方が安くてまあいいかなっていう感じで、このリゾット用のお米を
今は使っています。お菓子パン系なんですけど、集まりごとがあって、そこでこの個包装されたパンを持ち寄るっていうことになっていたので買いました。これね、でもフランスでよく知られているピッチっていうパンです。で、これも同じく集まりで個包装のお菓子っていうことだったので、まあ、ブラウニー、これは普通に美味しいですが、結構甘くてカロリー高めなので注意ですが、まあ、チョコレートがかかったワッフル。私が好きなチップス、これ大好きなんですよね。シリアルのチップス、ここに絵が描いてあるんだけども、ポテトじゃないタイプのチップスで、これを置いてないスーパーもあるので、これがあったらすぐに買ってます。どうだい？どう？サバ。はい、スパニアメ。サバスパ。セクシー、デュサーモン。まあ、主張、デュサーモン、デュトン。これを？パパ、パパ、チューズしてで、ワサ？うん、そうだよ。これはフライドオニオンと、人参と、あ、これ野菜だけとツナだ、多分。よかった、美味しくて。でもスーパーで買えるのはいいのかもね、こうやって。はい。うん。あ、すげえ。あ、はい、こっち。